今回は西有江町にある中村林業の中村光一さんをご紹介します。中村林業は初代の中村武久さんが35年前に創業した自転車屋さんで、およそ20年前息子の光一さんが2代目として受け継ぎました。今までは販売店ですよ。作ることはないの。メーカーから取り寄せてお客さんに届ける。で、届けたやつを修理する。それが親父がやったこと。自分は何にもないところからその人用に一個のものを作るっていうところ、まあですから製造というのが林業に入って、でそれがもう第二章からはもう製造販売になったわけです。はい、要はメーカーになったということですね。はい、営業スタイルを変えた中村さん、そのきっかけは何だったんでしょうか。お店のね、前に座っとった時に、おばあちゃんがゴミ出しのをされとったと。その姿を見て重そうで、大変だなっていうところで声をかけたんですね。リアカーで出せばどがんねって言うたら、おばあちゃんが逆にね、あがんふとかとかどがんすとかと、おばあちゃんが言うリアカーは昔のリアカーですよ。でかくて、あんなリアカーを回しきらんと、動かしきらんぞって言われた時に、まあ売り言葉買い言葉じゃないんだけども、自分がじゃあ細かとば作ってやろたい、ただ作るじゃなくて軽かとば作るって言った。だ、作ったやつは全部重いとですよ。とても老人の方が軽いねって言うてくれるようなレベルではない。だって自分たちでも重いと思うぐらいやから。ただそこでやっぱ壁に一個当たるわけですよね。軽いのはどうしようか、運びやすいのって何だろうか、だん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 こう入っていくわけですよ。で、その作り上げるのも知識がない。まず鉄の知識がない、溶接の知識がない、いろんな知識が足らないとこばっかりなんで、いろんな仲間に聞いて回って、強度テストとかもね、夜中に道端に集まってしたりとかね、まあ、そういう言葉を続けながら1年経って、これは大丈夫というのをお届けできるようになった。一人一人の状況や環境に合わせたものづくりを考えるようになった中村さん、リアカーだけにとどまらなかったようです。東北のあの大震災があってからですね、車椅子っていうと、もうあ、なんかね、せないかんなと、そう思って1年たち2年たちってしよった時に、たまたま大阪の知り合いのメーカーさんが会わせたい人がおると、まあこれは長野県の社長だったんですけども、これがそもそも人力っていうね、原型のあったわけです。で、意気投合したというか、3社ね、長野、大阪、長崎っていうね、この3人が集まって、この車椅子でね、迅速に避難できるものをこの世に出していこうよと、ここの部分を解決するものを出していこうよってしたのが、この人力の始まりですよね。はい、で車椅子にね、アタッチメント、棒みたいなやつをつけるんですよね。そして車椅子が人力車みたいにスイスイスイっと、例えば砂場とかちょっとした段差越えますから、車椅子は越えきらんところ、この3社のコラボの中でこういうのっていいんじゃないっていうことで、それをやってます。それぞれの思いを形にした牽引式車椅子補助装置人力、今では全国各地から注文があります。中村林業では人々の生活をより便利にするものを製造していて、それらを総称してカルカーと呼んでいます。軽自動車の軽という字に英語で車、カーを合わせてカルカーです。方言のカルカーという意味も込められています。今の中村林業のコンセプトは、企業活動の中の運ぶ、個人の生活の中の運ぶで、地域コミュニティの中の運ぶ、この運ぶっていう一つのキーワードを支えてきた。もっとお客様のそばに行くこと、もっ
っとお客様に寄り添うということをしていけば、長崎の未来は自分も明るいんじゃないのかなと。中村さんはふるさと南島原の一番の魅力は人の温かさだとおっしゃっていました。その温かさから生まれたカルカー、これからも中村さんの挑戦は続きます。中村林業の場所は南島原市役所から須川港方面に車でおよそ3分の場所にあります。営業時間は午前9時から午後5時までで、第2・第3土曜日と日曜祝日はお休みです。ウェブサイトもありますので、中村林業で検索してみてください。詳しいお問い合わせは電話 0957-82-2714 0957-82-2714 までどうぞ。以上、ジゲモンボイスのコーナーでした。